いやー、久保さんね、僕ね、久保さんがね、めちゃくちゃ紹介してるんで、まあ僕もそんな再生数ないし、久保さんの動画見てる人もいっぱいいるし、まあバッティングしてるじゃないですか。なんでそんな新規ないんじゃないかなと思ったら、結構も、まあ、あうも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 う毎日一応今入ってるんでね。これじゃあ毎日こう入ってくる記録止めたくないですね。<laughs> 毎日入ってくる記録面白いですね、これね。 まあそのうち止まると思いますけど。ただ僕も違う切り口でね、今後紹介していきたいなと思いますけどね。これは定期的に。やっぱ多分、何万とか、そういうまあでもな、ね、い。今、カード系でちょっと攻めようかなと思ってるんですけど。まあ、カード系、ありとあらゆるカード系のちょっとね。あれでね。ただね、カード系はね、いきなりは上がんないんで、徐々になんでキャンペーン終わってるかもしんないし。まあいいや。まあとりあえずですね、しつこくやれってことですね。 まあ本当に久保さんが言う通り、まあ僕も言いますけど、普通のアフリエートだったらこんなもう、まあ、キャッシュフロー早くないですよ。だしらこれすぐおろせるんですよ、もう。うん、あの銀行でね、セブン銀行で、セブンイレブンの ATM で現金おろせるんですよ、こんなの。だから普通のね、アフリエートだったら本当に報酬は、報酬が発生したけれども、それ現金化するの、現金が入金されるのいつですか結構後ですよ。これね、 最短翌、次の月、次の日とかに入ってくるわけですよ。これやばいですよね。このキャッシュの速さはやばい。そして、まあそもそもその、銀、普通だったら ASP に自分の銀行を登録してるわけじゃないですか。で、その ASP がその銀行に振り込みをするわけですよね。もはやこの銀行自体が、もうアフリエートの商品みたいなね。銀行がキャンペーンをやっていて、その銀行にお金が入るみたいなね。もう早いですね、これはね。 うん、なんでまあこんな商品はねまあなかなか出てこないですよだって銀行の免許を取るのってまあまあその簡単じゃないじゃないですかだからこれがもう一個次の、ね、やっぱ出てくるっていうのはまあ多分当分ないのでこれマジチャンスだと思いますよ銀行の免許そんなパン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 取れないんでこれね多分ねあのこの銀行という歴史がある中で今130ぐらい130何歩しか銀行ないですよ日本にねこれからもまあこういうみんなの銀行に似た あのアプリに特化した銀行っていうのは多分出てくるけれども多分結構ねいろいろ多分大変だと思うんで多分そんなに簡単に作れないですから <laughs> しかもそんなねなんかベンチャー企業が銀行を作るとかまず無理だと思うんで <laughs> ある程度の資金量とかある程度なんかいろんなあれがないと無理だと思うんでもうこれチャンスですねだから今一点集中でみんなの銀行でもいいんじゃないでしょうかみんなの銀行メルマガとかねあいいんじゃないですかね うん、はい、いってらっしゃい。